力試してみる。白ひげ海賊団の仲間を殺して逃亡した黒ひげことマーシャル D ・ティーチを追跡していたエース、ついにグランドラインのバナロ島でティーチを追い詰め、かくしてバナロ島の決闘は始まった。エース、おめえ俺の仲間にならねえか。俺と一緒に世界を取ろう。俺が成り上がる手段はもう全て計画してある。白ひげの時代はもう終わりだ。海賊王には俺がなる。まず手始めに、この先のウォーターセブンにいる麦わらのルフィをぶち殺して政府への手土産にする。ルフィ、なんだと？つくづく野放しにできねえな。そいつは俺の弟だ。そして当然俺もおめえの仲間にゃ。ならねえ。なんだ！逃がすか！勝つのは俺だ！待てよこの野郎！待って！うん！うん！闇の前では全て無力。おめえの強さをもってしてもな。しかしますます惜しい力だ。エース、俺の仲間になれ。力に屈したら男に生まれた意味がねえだろ。俺は決して人生に悔いは残さない。分かったかバカ。生きてなんぼのこの世界、全く残念だエース。闇に死ね。大宴会炎帝せはははは。太陽か闇か、勝者は一人だ。俺は白ひげを王にする。グランドライン、バナロ島の決闘。この二人の海賊の争いは、後に起こるあの極めて大きな事件の引き金として語られることとなる。ティーチに敗れたエースは海軍に身柄を引き渡された。海軍はマリンフォードにてエースの公開処刑を行うと全世界に通達。海軍と大海賊白ひげの激突を予感し、世界中の人々が震撼する中、白ひげ、そしてエースの義弟ルフィがエース救出のためマリンフォードに現れた。
せとけって。数々の困難を乗り越え、ルフィは処刑台へと到達する。ミスター3の能力でエースの手錠を外すルフィ、それを阻むため激しく砲弾を撃ち込む海軍であったが、処刑台が崩れる。何が起きた。エースはまだ死んでいないぞ。撃てや、処刑台ごと吹き飛ばせ。危険は生身だ。生きていない。お前は昔からそうさ、ルフィ。俺の言うこともろくに聞かねえで無茶ばっかりしやがって。エース危険のエースが解放された。やったぞ麦わら。エースを奪い返したら。引き抜くなルフィ。はぁ、しますよ。エースさん、ルフィ君。戦えるか、ルフィ。もちろんだ。危険のエースは非ロギアだぞ。絶対に逃がすな。お前に助けられる日が来るとは夢にも思わなかった。ありがとう、ルフィ。白ひげのおっさんたちが助けてくれたからな。助かった気になるな。ここがお前たちの処刑場だ。弟なんだよ。手出し無用で頼む。危険と麦わらを処刑しろ。強くなったな、ルフィ。いつかエースも超えてみせるぜ。アイスブロック。あいつ。じゃあまだ今は俺が守ろう。下がれ、ルフィ。フェザントバック。強肩。今から伝えるのは最後の戦場命令だ。よーく聞け、白ひげ海賊団。おめえらと俺はここで別れる。全員必ず生きて無事新世界へ帰還しろ。白ひげ、ずいぶん長く旅をした。蹴りをつけようぜ、海軍。ちょっと疲れた。おっとっと、マルチゾン強すな。ほら、それ気をつけろ。おっとっと、フェザンシュプレーン。後悔させてやるよ。そうだ、それ大宴会。連携。これは白ひげを王にし、試してみるか。エースの解放を見届けた白ひげはクルーを逃がすため、マリンフォードと心中する意思を告げる。エースさん、ルフィ君前を走り、
お前さんたちは狙われとる。思い切れないエースだったが、ジンベエにせかされ白ひげに背を向ける。だが解放して即退散とは、とんだ腰抜けの集まりじゃのう、白ひげ海賊団。船長が船長、それも仕方ねえか。白ひげは所詮、千の時代の敗北者じゃけ。エース。敗北者、取り消せよ、今の言葉。エース。お前の本当の父親ロジャーに阻まれ、王になれずじまいの永遠の敗北者が白ひげじゃ。どこに間違いがある。親父とゴロツキどもに伝われて、家族まがいの茶番劇で海にのさばり。やめろ。何十年もの間海に君臨するも、王になれず何も得ず、しまいにゃ口車に乗った息子という名のバカに刺され、それらを守るために死ぬ。実に空虚な人生じゃあれやせんか。やめろ。親父は俺たちに行き場所をくれたんだ。お前に親父の偉大さの何がわかる。人間は正しくなけりゃ生きる価値なし。お前ら海賊に行き場所はいらん。白ひげは敗北者として死ぬ。ゴミ山の大将にあつらえ向きじゃろうが。俺を救ってくれた人をバカにするんじゃねえ。白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名は白ひげだ。もう限界じゃ。エースのビブルカード。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが、貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう、みちょれ。おい、待て、ルビごめんな、ルフィ。ちゃんと助けてもらえなくてよ。何言ってんだ、バカなこと言うな。無駄だ。自分の命の終わりくらいわかる。
か。約束したじゃねえかよ。お前絶対死なねえって言ったじゃねえかよ、エース。そうだな、サボの剣とお前みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ。昔誓い合った通り俺の人生には悔いはない。嘘だ、嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものはどうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。ルフィ、俺がこれから言うことをお前後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そしてルフィ、今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を愛してくれてありがとう。ジジ、俺は生まれてきてもよかったのかな。そりゃあおめえ生きてみりゃわかる、エース。嘆きと悲しみがマリンフォードに満ちていく。しかし求め続けた答えを得たエースは静かに安らかに微笑んでいた。